皆さんこんにちは、タスガイナイスです。リアルデイズ100デイズ44日目やっていきましょう。それではレッツゴー。それではスタート。さあ雨が降っておりますが、サバンナには関係ありませんということで、さあやっていきましょう。ダイヤを掘ってきて帰ってきてってところからスタートですね。で、重い重い重い。入ったばっかはね、やっぱどうしても重いんですよね。まあしゃーなしなんですけど、さあダイヤモンドがこれで28、4V は作れますね。4V 作っちゃう、もう。もう 4V 作れるけどさ、ダイヤを全部失っていいのかと言われたらちょっと微妙なところではありますよね。これ装備全部ネズライトにしたーい。まあ無理か。で、攻撃をしていきたいんですよね。とりあえず攻撃をしていきたいんですけど、ダイヤモンドの斧の経験値が大変なことになっております、ダイヤモンドの斧。これ一回修理しちゃってもいいけどな、まだ大丈夫か。まだこの木を掘るぐらいならギリギリ耐えてくれるか。でも効率じゃない、耐久ついてないんですよね。耐久ついてなくて耐えるかな、これ。まあ、とりあえず攻撃で修繕を取るために、この辺を攻撃していきたいんですよね。本が！よし、オッケー。さあ、木の上に登りまして、ワンチャン耐久足りてくんねえかな。まあ、耐久途中でなくなるとちょっと辛いんですけど。あー、でもまあ、ギリギリ耐えそう。っていうかさ、なんか耐久減った時にさ、なんていうの、耐久減った時にアイコンがピコンって動くのないんですね。あれ？なんかさ、統合版ってさ、耐久減った時になんか、若干この、ツールアイコンがピコンってなんかなってた気がするんですけど、そういえばなんか何も動いてないですね。多分なんか見えないくらいの速度で、あーやっちまった。効率強化がついてるとね、こういうことが起こるんですよね。効率強化って確か適用されるよね。よいしょっと。さあとりあえず乗りまして、ここに置きまして、で、苗木がねここにありますので、苗木を植えておきまして、で棒を作っていきます。棒を作って、まあ、とりあえず攻撃をしていきますが、さすがに攻撃のあれが悪いな、トレードのあれが悪すぎるな。質というか量というか、質も量も悪すぎるな。だからもうちょっとさ、いい攻撃品ないかな。もうちょっといい攻撃品欲しいんですけど、募集中です。もうちょっといい攻撃品。さあとりあえず竹を取りまして、こちらもね棒になりますので、こちらも棒にしつつ攻撃していきたいと思います。で、あと攻撃できるもので言えば小麦なんですが、小麦は今のところ何にも育ってないので、さっとおきびもなーって感じだし、竹もね21で棒になるからな。とりあえず1修繕2修繕ぐらいは欲しいですね。2修繕ぐらい落ちてくんないかな。とりあえず苗木しまっておいて。でも19でしょ、19も攻撃できなくね。あー、ゾンビ治療をしてもいいな、一回ゾンビ治療をしても、金リンゴって、まあ、作れるか。金リンゴは作れるはずだから、一回ゾンビ治療するか。一回ゾンビ治療しても良さそう。弱体化のポーションは？弱体化のポーションは、あれ、発光した蜘蛛の目だったっけ？発光した蜘蛛の目、自家入れだったかな？なんかそんな感じのレシピだった気がするんですが。さあ、とりあえず棒を攻撃していきます。棒を攻撃して、なんか後ろでさ変な音しなかった、気のせい。まあ、とりあえずレベルが上がりまして、達人になりましたけど、特に暗視の矢か。暗視の矢ってこれさ、自分で受けないと効果ないんじゃなかったっけ。なんか自分で受けないと効果がなかった気がします。さあ全部は無理かな。うーん、まあ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 、こんなもんか。うーん、でこれでいくつですか。これで22、1個攻撃できる。なんもない。何にもなかった。とりあえずここの辺に丸石を取りまして、あ、効率強化がついてるから早い。あ、効率強化、なんか今ゾンビの音したな。ワン、ツー、スリー、フォーと登りまして、矢をしっかりとつがえて、バーンとワンパンチしまして、殴っていきます。オライ、オライ、オライ。ついでにね、炎上ダメージも与えつつ、攻撃していきます。オッケー。あ、これで、鉄がゲット、鉄3個か。まあまあ、ちょっとしょっぱいな。一回ゾンビ治療をしてもいいけどな。ゾンビ治療に必要なものはあれとあれなんですけど、あれってある、あれ作れるかな？弱体化。弱体化って作れるかな？弱体化の作り方は発光した蜘蛛の目だったと思うんですけど、発光した蜘蛛の目は、砂糖とキノコと、茶色キノコとあれだったと思うんですけど、蜘蛛の目だったと思うんですけど、蜘蛛の目って持ってる？クモの目は、ありますね。クモの目と、キノコはね、多分ない。あるわ。茶色キノコと砂糖で、
砂糖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 きびを、砂糖に変換しまして、発酵した蜘蛛の目を作りまして、これさ自家入れだったと思うけどな、弱体化のポーションって。ガラス瓶を作りたいんですけど、ガラス瓶がガラスがないので、ガラスをここに焼いてある。 OK、 ガラスが焼いてあるので、ガラス瓶を作りまして、まあ3個ぐらい作っといて、で、ガラス瓶入れまして、これレシピ間違ってたらやだな。ワン、ツー、スリー、とりあえず3つ入れましてのさあここにぶち込みまして、弱体化のポーション、これ自家入れだったと思うけどな。えい、いけ。まあちょっと違ったら泣きましょう、違ったら泣きましょうということで、まあこの辺はここにしまっといていいか。蜘蛛の目とこれと、さあこれでな、まだか、まだですね。この辺しまっておいて、とりあえず今のうちに荷物整理しましょうか。荷物整理をしまして、さあ醸造できまして、こちらがデンと弱化のポーション、オッケー、弱体化のポーションです。これってさ、確か弱体化のポーションスプラッシュ化しなきゃいけねえわ。火薬って、火薬はねえわ、火薬はね、多分ない。スプラッシュ化しなきゃいけないんですよね、確かこれ。スプラッシュ化は今できないので、火薬がなくて、火薬がないので、夜になったらちょっと取りに行きましょう。で、あと金リンゴですね。金のリンゴはこの辺にリンゴがあったはずで、さ、金、待って、金のリンゴって作れないんだっけ。あれ、金のリンゴって作れた気がするんだけど、あ、金のリンゴって作れない、あれ、え、作れなかったっけ、あれあれ、金のリンゴって作れた記憶があるんだけど、作れないんか、あれ、え、金インゴットってことはないよな。え、金インゴットってことはない。あ、金インゴットでした。はい、お疲れ様でした。はい、ということで金のリンゴ作っていきます。 OK、 さあ金のリンゴを作りまして、さあこれでゾンビ化させて、ハードコアなので確か 100% でゾンビになるはずで、ポピーと頭皮と竹、頭皮はこの辺にしまっといてよくて、竹をしまって、ポピーもしまいまして、いやー、まあ失敗はしないと思いますけど、さすがにちょっと怖いな。さすがに怖いな、ゾンビ治療。まあなんかね、なんかゾンビ治療って怖いからあんまやらないってのもあるんですよね、アイスさん。なんかさ、ワンチャンなんかの間違いで失敗したら嫌だなって思ってさ、まあそれもあってアイスさんゾンビ治療あんまりしないんですけど、あんまりというか、まあほぼほぼしたことがないぐらいの勢いなんですけど、まあアイスさん本当にね、まあ前も言ったと思うんですけど、実績以外でゾンビ治療をしたことがないんですよね。なんか自分の攻撃のためにしようと思わないので、なんかワンチャン何かの間違いで失敗したら怖いなって思って、なんかいつもしないんですよね。まあそれもあってね、どうしましょうかって感じなんですけど、まあまあまあ、さすがに今回に関してはやった方が得が多いでしょうということでやっていきたいと思います。で、まあこれはいいとして、まず、エメラルドと本を、いやー時間かかるからまだいいか、ちょっと時間かかるので一旦これをやっておいて、植えておいての、ちょっとゾンビ治療のためのスペースを作りに行きましょう。頭皮の苗木を植えておきまして、植えまして OK で、ゾンビ治療をするために、ゾンビ治療をするためにちょっと穴開けに行きましょうか。穴、隣の隣ぐらいに、隣足元で攻撃が当たるようにしていたいんですよね。まあ、そんな感じで、で、あと、ゾンビのね、後始末が楽にしていきたい。楽なようにしておきたい。ので、ゾンビを落とす穴が、どこだ ?1 個、ここと、ここと、ここ下げての、ここ?ここが多分、村人の足元。オッケー。なので、ここにゾンビを入れて、ここになんか攻撃するよみたいな、そんな感じにしていきたい。ので、ここか。ここを開けて、ここを閉じて、これでいいのか。これで、ゾンビを落とす、ここにゾンビを落として、なんとかかんとかみたいな、そんな感じでやっていきたいですね。で、リードがあったはず。多分ね、リードが行商人からもらったやつがあると思うんですけど、ちょっとそちらね、使ってゾンビを連れてくるみたいな、そんな感じでやっていきたいですね。あー、もう一個ぐらい壁立てといてもよかったか。あー、まあまあまあいいや。で、若干、スプラッシュにできないから、とりあえずクリーパーを倒して火薬を集めることも大切で、まあそんな感じですね。とりあえず今日はね、
狩りしましょう、狩り。珍しく狩りしましょう。弱化は今持たなくてよくて、まあ、金隣人、金隣号をしまっとくか、一旦。一旦しまっておいて、ドロップ増加はついている。リード。リードは、リードってどこにあるの？リードはね、多分ここ。あ、いや、そうですよね。アイスさんね、このリードはね、ツール類のところに入れるんですよね、いつも。まあ、これはね、いつもと同じ場所なので、間違いなかったですね。ではね、ゾンビ連れてきて、ゾンビ治療していきたいと思いまーす。あー！ちょ、落ちないで。あ、そういえば昆布も近くに植えようと思ったのに忘れたな、昆布も。まあ、昆布、あー、まあでも燃料として昆布欲しいんだよな。まあ、マグマでもまあ悪くはないけど。さあ、こんな感じで行きまして、さあ、ゾンビがどっかに湧いて欲しいんだけど、ゾンビ近くに湧いてくんないかな、この辺。てかさ、自分がこの辺にいるとこの辺にゾンビ湧かないんですよね。しかもさ、Java 版の湧き範囲って結構広いはずだから、大変だな。どっかにゾンビ湧きませんか？望遠鏡とか持ってればいいんですけど、望遠鏡、アメジストが今ないから望遠鏡作れないんですよね、多分。確か望遠鏡はアメジストが必要だったはずでさ、ここのさ、水めちゃめちゃ邪魔なんだけど。ここの水一回埋めていい？ここの水めちゃめちゃ邪魔なんだって。毎回毎回。いつもさ、ここ通るたびに思うけど。ここの水本当に邪魔なんだよ。多分、こっか。ここを埋めて、まだね、多分あるんですよね、水源が。水源多分どっかにあるよね、そうだよね。あるから、あ？ OK、埋めて。これ、マイクラあるあるですけど、この、ブロックが置けない理由ランキング第1位。自分が邪魔。っていうね。まあ、そんなこんなで、さ、ここの水を全部処理しまして、OK、これでフィールドが広くなりましたね。で、ゾンビとクリーパーを探していきましょう。あそこにスケルトンはおりますが、ゾンビとクリーパーがちょっと見当たっておりません。あそこにゾンビいますね。ゾンビはね、索敵範囲が広いから、多分この辺だったら見つか。デスポーンしたか、あいつ。デスポーンした可能性あります。あ、デスポーンした臭いな。さあ、ゾンビとクリーパーどっかにおりませんかね。デスポーンしたね。ゾンビとクリーパー。あんまりね、遠くからだと連れてくるのめんどくさいからね、なるべく近くに湧いてくれたー、大好き。さあ、ということで、ゾンビを連れてきまーす。さあ、パンプキンパイを煽りながら、さあ、ここに、リードをぶっ、待って、ゾンビってリードつけないんだっけ？あ、ゾンビリードつけないのか。まあいいや、じゃあ、普通に連れてきましょう。さあ、こっちへやってまいりまして、これ落とすの大変だな。どうやって落とそう、これ。まあ、あれですね、トラップドアとかあったら嬉しいんですけど、トラップドアとか今んとこないため。ほいっと。ほいっと。オッケー。さあ、こんなも、ダメ。ダメか。ほん。落ちろ！落ちろ！あ、痛い。難しいな。打ちマスに落とすのってこんなに難しかったっけ？これ砂栗で、ワンチャン死にそう。落ちろ！落ちろ！落ちなーい。これ、つなぐりで死にそうだな。どうしよう。落ちろ。あー、死んじゃった。もう、これ、トラップドアかなんかでやった方が楽そうだな。ということで、ここにね、アカシアの木が生えておりますので、アカシアの木を掘って、耐久が！でもよ、斧！耐久が！さあ、とりあえず、こんな感じで木を掘りまして、あ、アイアンゴーレム湧いておりますね。いいっすね。ここにね、作業台があるはずなので、作業台！よし。作業台で、アカシアの板材から、アカシアのトラップドアを作りまして。で、これ、穴2マスにしちゃうか。穴2マスにした方が多分落としやすいため。まあ、穴2マスにして、そんな感じでやっていきましょうか。こことここ開けての。あ、待って、自分が落ちちゃダメじゃん。ここを埋めて、で、トラップドアを持ちまして、トラップドアをここにつけて立てる。で、ここにつけて立てる。これでね、ゾンビ多分道としてね、落ちると思いますので。さあ、そんな感じでやっていきましょう。さあ、スパイダーがデスポーンしました。ゾンビーゾンビーゾンビーさあ、ゾンビー2匹目探しに行きましょう。クリーパーが見当たりませんね。クリーパーが見当たっておりません。ゾンビもおりません。ゾンビがいますが、あいつ上がってこれなそうだな。上がってこれなそうなゾンビがいまして、上がってこれそうなゾンビとかいません？なんか近くに湧いてくれると嬉しいんですけどね。
で、あそこのアイアンゴーレムがさ、ゾンビに向かっていきそうで、それはそれで怖いんですよね。なんか、いない？なんかいませんか？てか、クリーパーが全然いねえ。クリーパー？まあ、最悪ウィッチでもいいんですけど、ウィッチはね、なんかワンチャン死ぬからな。ウィッチ、毒攻撃めちゃめちゃ強いからな、あいつ。まあ、この辺まで離れて、向こうの方に沸かせたいんですよね、ゾンビを。ゾンビとかクリーパーをね、そっちの方に沸かせたいんですが、あ、スケルトンはいらないです。スケルトンちょっとあなた求めてないです。ちょっと求めてないので、一旦、このスケルトンはね、あの、アイアンゴリンプにお任せしたいと思い、どこに湧いてんねん、お前。どこに湧いて、なんか高いところにいるなと思ったけど、その塔の上に湧くことあるんだ。ということで、近くにゾンビおりませんかね。あ、スケルトンはいらないです。スケルトンはいらないので、一旦処理します。邪魔、オッケー。さあ、しばきまして。ゾンビゾンビクリーパーいませんか？あ、クリーパーいますね。あ、あそこにゾンビ湧きましたね。ということで、一発当てて、一発当ててからの剣でしばいていく。オッケー。さあ、これで火薬ゲットしましたね。オッケー。火薬2個ゲットしましたので、これでスプラッシュ化ができます。さあ、おいで。タカモンゾンビ。なんか剣持ってますけど、ま、剣は関係ないはず。多分関係ない。ということで、連れて行きまーす。さあ、キャモン、キャモン、キャモン。キャーモンベイビーなんとか。ということで、さあ、連れてまいりまして、こっちへ、こっちへ、こっちへ行ったら、オッケー、さあ、こっちへ向かって歩いてきますよね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、歩いてきましたので、こっちのスケルトンを一旦しばきまして、オッケー、邪魔です。オッケー。しばきまして、さあ、これでね、こいつが、こっちを向かないように、ここと、ここを閉じまして、さあ、これでね、ゾンビにしていただきたい、この村人を。この村人をゾンビにしてくれないかな。え、これさ、攻撃当たるよね、確か。さあ、ここ一旦開けてみて。これ、あ、そ、これ、あれ、ゾンビあれか。死人できてないか。死人できてないはずだから、こっち、来てもらって、で、これ閉じる。閉じたら、これで死人ができなくなるはずだから、村人を攻撃してくれ。村人を攻撃しろ。前、村人を攻撃しろ。おい、そこに格好の村人がいるだろ。おい、オッケー、行ってくれた。あれ？ん？行ってない？え、行ってない？これ。え、なんで攻撃しないんだこいつ。あれ、1個下、1個低い。そんなことなくない？え、ちょっと待って、なんで攻撃しないのこれ。え、攻撃は当たる高さのはずなんだけど、なんで攻撃しないんだろう。え、そこさ、開けて大丈夫かな。開けるとめんどくさそうなんだよな。そこ開けるとめんどくさそうなの分かる。これ当たんないか。当たんないとなると、下が1.5 にすべきか。まあ、開けてみよう。オッケー。さあ、当てまして、これでね、ゾンビにしていただきましょう。あ、ちょっと、こっちじゃないです。あなたが攻撃するのこっちじゃないです。とりあえず、まあ、この辺ちょっと松明で、松明にしておいて、さあ、ゾンビになったっぽいですね。オッケー。なったっぽいので、村人ゾンビじゃなくて、ゾンビだけ倒したい。弓を構えまして、ゾンビだけ、しばいていく。オッケー。さあ、村人ゾンビができておりまして、村人ゾンビは、まあちょっと後で考えよう。ちょっと後でやりましょう。待って。はい、今ね、とても重大なことを思い出しました。あぶねえ。ゾンビは、日光で焼ける。ということでね、日光対策しておきましょう。マジで忘れてた。あぶねえ。よし、これでね、日光で焼けないはず。オッケー。あぶねえ、忘れてた。ゾンビは日光で焼ける。これでさ、ゾンビ焼けましたみたいなことになったら、さすがに悲しいよ。さすがにちょっと、辛すぎるよ。待って、なんか、あ、なんか湧いとる。なんかまたファントムカウントが溜まってきたらしいです。いらない、いらない。痛い。弓をつがえまして、さあ、来いや。ワン、ツー、ツー、ツー、オッケー、撃破からの、さあ、来いや。おーい、来いや。ファイヤーファントム。あ、焼け始めましたね。焼け始めたということはもう朝ですね。さあ、ということで、醸造だけやっていきますか。現在、若干のスプラッシュポーションができていて、ここに火薬を入れることで、これでね、スプラッシュになるはず。若干のポーションがスプラッシュになるはずなので、さあ、これでね、スプラッシュにしていきまして、火薬はここに入れておきまして。まあ、これ次回でいいか。とりあえず、金リンゴだけ持っておいて、金リンゴを。さあ、金リンゴだけ持っておきまして。さあ、これでね、若干のスプラッシュポーションを作りまして、OK です。さあ、これでね、
ゾンビ治療していきましょう。あれ待って、あれ固定したよね。あ、固定したはず。うん、一回攻撃したから多分固定はされてるはずなんですけど。あ、ファントムカウントリセットするの忘れてた。ちょっとファントムカウントリセットするの忘れましたけど、ここで終了です。はい、ということで44日目、お疲れ様でした。なんかこのタイトルのやつバグってますけど、この右上のやつバグってますけど、これ多分仕様なんですよね。たまに出る仕様だと思うんですけど、これ多分アイツさんが見るの3回目か4回目ぐらいです。まあまあそんなこともありつつね、明日はゾンビ治療をしつつ修繕をいっぱい攻撃できるようにしていきたいと思います。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。